の初めての人にはこれは一番初めで道元禅師が中国からお帰りになって禅というものは行きたいものではあったけれど皆大小、混じり物がある。それで達磨の修士がどうやら間違えられる。それこそのように分かりよいようにこういう問答定理、仏教の学問に難しい学問にはこの問答定理したのがある。で、以上には小十分は済んだけれど、この問答にしていちいちその時代の人と、あるいはこういう疑いもありませんかというのを問いに設けて、そうしてそれに、答えを出して、ボスボス解かれたのがこの伝道話である。で、第一問と。今この座禅の功徳、広大なることを聞き終わりの。愚かなる人、疑おうて言わん。仏法に多くの門あり。何をもねが座禅を、一重に座禅を進むるやん。示して曰く、これ、仏法の証文なるをもねなり。これをうっかりすると、世の中の人は、仏法というものは一体何するものかと。精進門で曲がって、楽して、暮らすもんか。どうも仏法というのは分からず、そこでこういう問いがあるわけです。仏法に多くの門がある。何をもねが一人で座禅を進むりゃと。示して曰くこれ、証文なる表であり。これは表門である。問うて曰く、何度一人証文とする。示して曰く、大釈尊、まだしく徳道の名実を、正殿、また三千の如来、共に座禅より得道せり。この家に証文なることを、あい伝えたるなり。これは、全巻殺心というものに載っておるが、阿弥陀如来が院地に、天輪、上皇の、大師として、無駄の自分に、その自分には臨時八万一千代でくる。だから、五千年横にならずに座禅を教えられたということがある。だから、どの仏もどの仏も皆これ座禅である。南方仏法でも仏道が来るという大概座禅。阿弥陀如来も大概は座禅だが、立っとるのが下品の、下品下生の、仏像が立って木に赴くんである。だから、座禅が仏像の証文であるということは、薬師さんであろうが、阿弥陀如来であろうが、何様でも皆これ座禅である。鹿の目に荒い、祭典、当地の所作、皆座禅より得道せり。ゆえに、今、証文を人間に示す。これは証文なることをはっきり、
禅も正門ということをいつの暇にか忘れている。日本では原稿百姓、読んでみても座禅が正門であるということは根っから知らない。やっぱり、お経の和経ということは仏道か知らんところまで、お経の和経もいいけれども本当のことを言えばこの座禅、である。第三問、道で曰く、あるいは如来の名実を承伝し、座禅は実に名実です。名実と世間の人はね、芝居でも我慢の名実って天竺特命がどん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 、そんなのが名実じゃない。凡夫は凡夫でないことをするんじゃが名実、仏が仏でないのをだから名実ね。だから仏と、凡夫とはこれは親類同士じゃもっと近いんじゃ。瀬戸原のようなもんじゃ。凡夫切りの凡夫もなければ仏切りの仏もない。いや、そんなことは毎日唱え事で言うとねえぞ、般若心経で感じるもの。だから色足で空足でし、だから色ぐるの色もなければ空ぎるの空もない。そこがこの名実なり。凡夫が仏だけれども、凡夫が自己を見失うておるから凡夫なり。自己を知りさえすれば、決して凡夫ではない。だから仏も仏切りではない。仏の内容は凡夫なんである。凡夫の内容は仏なんである。だから仏と凡夫と互い違い違い互いになって、そいつは別のもんでなしに、そいつを見失うておるのが迷いというもんである。そこで、そこが如来の名実。元から仏であるものが座禅するわんじゃから、凡夫であろうわけがない。座禅をすれば誰でも、座禅は何するわんじゃけ、仏の真似をするわんじゃ。仏をおんちょして遊ぶことない。だから如来の名実を承伝し、また年の後を尋ねるによらん。これだけ分かっていやいいんだけれども、それでも行くたびも重々無尽に分からないのがこの凡夫だから、まことに凡夫の及ぶにあらず。しかはあれども、独居念仏はおのずから悟りを売る因縁となりぬべし。これはまあ、その誰でも言う。私はある浄土宗のうちでね、大阪の北の、あの大火事でも焼けなんだ蔵がある、その蔵の中に盆栽入れといたが、火事が済んでから開けてのまだ、盆栽が、生々しておったという、不思議な蔵がある。その蔵の中で座禅会をやったことだ。そうしたところが、私の座禅の話を聞いたら、そこの娘さんが、ああ、座禅ってそんなありがたいもんだろう。座禅しながら念仏申したら倍ありがたからね。こいつはちょっと通り越したらね。座禅は座禅で良いのである。ところが世の中の一般というのが、
これは道元禅師でいいや、道元禅師までは、私でいいよ、私までは、座禅してから何ぞするもんとこうぞ、ね、座禅してぼつぼつ簡単気が上がるようにさせるって言うたら、とこう、来るもんとこうぞ、そうじゃないんじゃ。そこがわからんもんじゃ。それに、長い間座禅というようなものは何やら縁が薄いんじゃ、人間に。それだから、独居念仏は、おのずから悟りを売る因縁となりぬべし。それはその、この京都では、法然院、四社団の法然院って言われると、あれはその声のようこもるようにね、こう、いや、確かに低いんじゃ。そこで生涯を目標されて、ナムアミナムナムアミナムナムアミナムって言うと、景気がいいんじゃ。一種の陶酔というものと新人って言われると間違いんじゃ。いや、私もね、念仏でやったことあるんじゃ。それは浄土宗のね、友達があってね、それで、S 字って何かならえば朝は2時から起きて晩の12時まで念仏申し出するんじゃ。ちょうど私に会った接心と同じようなこと。ほんとね、生母や僕やろ。それに娘さんもおりゃ、婆さんもおりゃ、爺さんもおりゃ、どぶとに来るやつもおりゃ、わしみたいなやつもおりゃ、それがみんなこうじゃん。うわぁ、みなぁ、みなぁ、うわぁ、みなぁ。うわぁ、みなぁ、みなぁ、うわぁ、みなぁ、みなぁ、うわぁ、みなぁ、みなぁ、うわぁ、みなぁ。おぉ、そこへご飯頂戴のロースぶつけるよ。本能さんが一条六章だよ。一条六章の仏様がこう、しまいなね、お湯をこう入れる。一体そうなんじゃ。いや、ありがたけに似た陶酔があるよ。このありがたきに似た陶酔と間違いでもらって困る。陶酔の冷め切ったところでなきゃならない。それを、独居念仏はおのずから悟りを振る因縁となりぬべし。私は若い時、お経が上手だったんだ。お経が上手だが、師匠の仕込みも良かった。まあ、これは商売に通用するのにはこれは満点だよ。私の補強が上手なんて子供の時には得したなんて言うな。兄弟子よりはお布施が多いもん。そしてばあちゃんに言うのは何だろう、あんたが一番多いやそういう得意だったわな、うん、そんなことは何でもないわけじゃ。そんなことせんでは何商売やったて、わしなんて体がいろんな坊主の教えて、わしの姉婿は魚やったか魚やせな、こんなやつも起きるでいいよって。いや、そのね、どういう間違いだ。陶酔と鎮静、冷め切ったのと陶酔とよく間違える。それはありがたけに似た妄想が起こる。それから独居念仏はおのずから悟りを売る因縁となりるべし。ただ虚しく出して出すところなかなか、何によりてか悟りを売る頼りとならん。これは私みたいな大きな声出してありがたきに似た当世なこと言うけど、なこと言うのよさにおらんの。そういうありがたに似た陶酔を得させようと思って説教してるの。またお経も読んでおる。ああ、しかし子供の時に、伊勢へ帰って、お経を読んだら、いまだに言うね、この作がまあ若い時に、お経を読んでくれたのがありがたかったって、ありがたいってのは どっち向いてありがたいで、わけわからんが。まずはお経を読むより、これは何を仕方になった方がよっぽど、得したかもしれない。しかし、こういう問いが
この十分までお経になる、それはその曹洞宗だってこれは異邦文化でね、お経というだけ、これは大勢の人間がやって大きな声でバン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 言うから、まあ、ありがたげに見たね、雰囲気を出すけれど、そりゃ私らはね、想像するだけじゃないから、そこの3000人の住職、あるいはその音楽の、つまりお経のね、本家が、あるいは合わせてもないでしたとか、早しいんだけどね、友達だった。3000人もされながら、みんなこれ、唐の時代の音楽と合うんだ。それだから、私は法隆寺に8年もおって、法隆寺の施楽も持ったことあるが、それはその、両緑なども、法隆寺の論議から出てくる。法隆寺の論議ってて、そら素晴らしいもんで、一晩中を節つけて論議する。私が要は、言うが、もう死んだ禅の法隆寺の監修が、つまり龍光で修文というのは立職するんじゃ、その前の再起草上に私はついてった。その時に私も一役待った。だからは、よう覚えておるが、法隆寺の論議というのは何をやるかって言ったら、無償格別っていうことがある。つまり無償先代の菩薩は、無師匠の菩薩は成仏するかせんかという、そいつはね、節つけていけばいいんだ。それだから、両極の元やね、無償先代の菩薩だ、成仏すよ。で中継を語ってた。そうするとその次にまた、それを答える。それでまた問う、また答える。それをみんな振り付けて、素晴らしい。それはもうこのね、曹洞宗だってことはそんなことがなかったやつを、そいつを徳川時代になってからなしかんただの座禅なんてのものはもう現実転生みたいに滅びてしまって、だから今から300年ぐらい前に建ってる寺が多いじゃん、非常に多い。それはどうしたんか知らんね、大名の手伝いしたんか、豪族の仲間に入ったんか、なんか知らんけれども、その自分に寺を与えれば、そして今言うて直読しちゃうな。そしてお弟子さんにちゃんと直読し、何々以前にっていう、直が組まれて。だから非常に文化がこれば、まあ、なんとぞ世間並みになかんならんもんじゃから、だから、面座王将のような王将が、公式本、そしてまあ、不死を、受けて、まあ、あの人たちはよかったよ、その、おじさんに真言宗の坊主があったから、真言宗の、坊さんに大概なるとおりやる。それから二代目はもうダメやな、あれぐらい視野の広い人もない。その大概は狭いんやから。ほんと曹洞宗の芋の中で、こじあいしとるだけでもっちゃうな。曹洞宗の、声が大きいのと人の数の多いだけが目打ちなんで、もう大したことない。しかしまあ、こういう問いが、この、道元禅の自分にもあったことは、しかし道元禅師ではそういうものでは容易じゃねえ。そこで指名していざ、何時今諸仏の三昧、無常の大法を虚しく座してなすところなからんと虚しと思わん。これが悪いわね。座禅はただ虚しく出してなすところなからなしと思わん。いや、
そこはもう年齢年中むなしく座してなすところは座禅も何になるつやわしはいつでも何にもならんと、何座にするのがこれは凡夫は皆何座にする、仏法は何にもせん。わしがいっぺん、記者のごく少ないところ、つまり言うと熊本の三隅線の線に担当さんがあってそこに葬式があった。もちろん私は運数預かったから運数全部連れて、葬式に行った。ところが午後何時の葬式に、午前中に、疲れが、ちょうどいい記者がない、午前中に着いた。どうしても向こうは昼飯食わさんじゃないし、そういうまあ約束ではあった。ところが暇があってしょうがないから私は資料を入れた。開けっぱなしだからなんかの襖をこう倒して、それでそこで、銀を3つ叩いて、それで座禅をした。ああ、世襲は不平でね、その空いとる時間だけお経を読んでくれやいい。お経を読まんと黙って中にこもってしまった。先週はえらい不平やったけど、もちろんお経を読んだらお世話の割り箸があったやろうけれども、お経を読まずにダメ。誰でもそう思うじゃん。虚しく出して出すところなしと思わん。私はよく言う人間の憩いである。人間をやめて仏ごっちょをするんだから、人間には好かんことは決まってる。じゃあ人間には好かいでも、仏法にはこれは勝負なんである。だからこれを大丈夫をずる人とす惑いの糸深き。糸は最も深いじゃね。惑いの糸深い。大海の中にいながら水なしと思わんがごとし、すでに片付けなく諸仏の自重三昧に安座せり。この自重三昧ということは、私はよく自分が自分は自分でずる自分するのである、人と何らの交渉のない、気を方変に預からない、好き嫌いに預からない、偉いとか偉くないとかっていうことがない。どんな老僧の座禅でも、どんな小僧の座禅でも、座禅は座禅だ。だから誰でも座れば諸仏の自由三昧。私がよく言う、わずか16の時、暇な時間に座禅しとるのを飯炊きのばあちゃんが突然見て、仏さんによって丁寧に拝んだよね。これが私の座禅は一生これは進むべきもんであるという、そのばあさんが拝んでくれたのが、これは初天前人がばあさんに化けて私を拝んでくれた。ばあさんが座禅の功徳を知っとるわけでもなければ何でもない。しかし座禅という形が何と言わいでも何とせんでも無限に尊い姿で、今はそれを諸仏の自由三昧に安座せり。これ広大の功徳をなすにあらずや。哀れむべし、眼いまだ開けず、心なお永遠にある。永遠というのは明定してるから、酒に劣る無明の毒酒に劣る。
スの教会は不思議ない。だから文部の世界の、良し悪しとは違うわけである。文部で偉いっていう、文部で偉いっていうのと、仏法の中で偉いっていうのと違うわけだ。偉いも偉くないも通り越してしもうたのが仏法である。だから諸仏の教会は不思議ない。真識の及ぶべきにあらず、いわんや不信列地の知ることを言えんや。いや、仏道の、仏道は決して凡夫の理知ではない。だから、不信列地の知ることを言えんや。ただ、昇進の大器のみ。これは、法華経寿良品の方便文の中に、真力堅固のものとある。真力堅固のもの。それが昇進の大器のみ、よく知ることを売るない。つまり言うと、ごく素直なもんでなければならない。どうしても仏法のわからない説明層がある。そうすると何になる。そうすると、何教にどうある。理屈はよくわかるが、仏法は入らない。だから、ただ昇進の大器なり、よくいることを売るなり。不信の人は、たとえお仕事も浮くべきことを果たし、これは実際仏道というものは、どうしても受け付けんものがある。霊山になお大悪敬意の類いある。これは法華経方便本というものの中に、五千のびくびくに奪そく奪い、造決って立ったの。ちょっと当てが違う。欲しいものが、何にもない。お釈迦さんのおっしゃること、いや、法華経でも言ったら何かってのは無料の商談売ですよ。無料の商談売だから、当てが違う。そこで、ビクビクに奪そく奪い、五千人の者が去った。それを釈尊は、大悪敬意というのは退くものだよ。ああ、よしよし、仕方がない。退くものだよし。これはまだ因縁が来ないんじゃない。だから、大悪敬意の類いあり。昇進お風呂場修行し山岳すべし、これは座禅がどうしても身につかんものがあるね。座禅がどうしても身につかん、まず今でも専門騒動とか昔は人家騒動とか、いろいろあるけれど、みんなあれ温水がいるで募集するんでね、食費はいらん、そして、小遣いでは割り伏せてもらう、それで、楽に、経済的には極めて、楽にいける、またそういう収入のある寺に運勢がよきよきいるから募集する、あるいは豊川の妙法寺とか、山形の善法寺とか、山形の長寺だ、
祈祷するのに、覚醒器でね、そうじわなわみょうやくなわだし、違う、覚醒器でやるんじゃない、あらららふるっとんじゃ、そして大半じゃなくて、そしてお膳出して、つまり、なんちゅうのかな、脈ゼロですよ。だから、どうしてもそういうところまで、いくら何年おったちだって、つまり坊主の商売の芸を覚えるだけだ。じゃからんはどういうぐらい叩くとか、太鼓はどういうぐらい叩く、木魚はどういうぐらい、それはうまく出る。いや、わしでもこれ上手だけどね、とうとう、さ、その芸を裏取る仕事がね。およそ昇進起こらば修行し山岳すべし、しかあらずはしばらくやむべし、昔より法の潤いなぎことを恨みよ、まだ独居念仏等の勤めによりて売るところの苦毒何時知るやいなや。道元禅師も口が悪いで、わしのこと口が悪いってよう言うけど、道元禅師から俺は移ったんじゃ。ただ舌を動かし声を上げるは仏事苦毒と思える、意図はかなしな、これはかりなし。法年期するにうたたとこいよいよはるかなり、ちょっと違うというと、芸者と盆さんとあんまり違わないよ。わしが料理屋に心がすごい状況だな、親父のところにおると、この現場にね、電話くれ、あの豆八さんと福助と天狗とギラリングでね、それでしばらくするとその自分でまた人力じゃ、人力しちゃってやってきよる、こんばんはして、それで逃げながらしばらくするとどんちゃんさんやれよ、だからうっかりすると運水も坊さんちゅうのはまるで芸者と同じくっちゃと思ったち、で、ただ舌を動かし声を上げるは仏事不読と思える、意図はかなし、はかりなし、仏法人気するにうたたとこいよいよはるかない、また教書を開くことは仏頓禅修行の義足を教え分ける、それは頓行というのと禅行、頓禅修行の義足を教え分けるを諦めし、とのごとく修行をすれば必ず勝負を取らしめんとなる。それがいつの暇にか唱え事になった。いたずらに死の念託を費やして、菩提を売る苦毒に犠牲とにはあらぬなり。愚かに、千万寿の苦労をしきりにして仏道に至らんとするは長いを来たにして、つまりこれは車の、長い、火事棒である、長いを来たにして越に向かわんと、
ご案内を出し、まさに円弧に丸い穴に四角い木を入れようと思うものと話しておいて、フォミンを見ながら死する道に暗き、違法を見る人、合約を忘れ、何の役かあらん、苦笑を暇なくせる、なむかなさんなあとらややなまりやぶれけちしふらやふいさとぼやもかな、何言うとね、苦笑を暇なくせる春の田のカエルの昼夜に泣くが落とし、ついにまた行きない、道元禅師はどうする。いや、道元禅師の修士が、そのままやったらもう潰れとるぞ、もう潰れとると言われとる、そいつをマイルド色をつけてこう堕落させて、堕落の分だけが繁盛しとるぞ、あんまいると繁盛させたもん、それがなんで堕落したか、どういう具合にしたかということをこう歴史がぼかしてあるけども、まあ私の勘ではおよそ分かってるけれども、そうあんまりむき出しにするとな、値打ちがないから黙ってくる、そーっとしてるらしいわね、わしら手が踏まれてないから何も勝手放題なことを言えるし、勝手放題なことしてないから手が踏まれたもの、そんな無茶なこと言ってるから、ね、だから一生手が入らずにこれ晩年に足が動けなかったから、ここ居候に入っとるだけだから、居候だからおとなしい人だね。それは、岩屋深く妙理に惑わされるやから、これらのことを捨てがたし、これは離鈍の心を、はなはな深きゆえに、昔すでにありき、今の世になからんや。もとも哀れむべ、私がご丁寧に、原稿釈書を全部、一気呵成に読んだことがある。日本の仏教の最初から道元禅師の頃までの日本の仏教というものが繁盛したのは皆これ祈祷である。私は祈祷というものはあんまり、信用せんので祈祷したことはない。私は祈祷の方面には非常に不信心で、子供の時からまあ悪いやつで、ね、稲荷さんに平かましたら、そんなこと平気でこれやってきたもん、それでおばあちゃん当たらん、それのためにずうずうしゅうなって、とうとうその祈祷というのに、ところがお天使さんの祈祷をさせるのが病気がご平気になったと言うては、それはどれらいお布施もらうやろ。我々のもらうお布施とは違うわ。こういうお天使さんのご祈祷をしたり、将軍のご祈祷をしたりしたやつは、どれらいお布施もらう。三寺に、絵描きの前、つまり漫画の、日本では漫画の画像というのは、鳥羽僧正。なんでもあんな漫画描く、あんな絵を描く親父やから、線の太い親父やったに違いねえ。線の太いやつがご祈祷するとまた聞くもんな。猫の鳴き声みたいな声でお経を読んだときに聞かんの。
えらい声でこう、やると聞く。鳥羽僧正は、漫画も漫画じゃけれども、朝廷のご祈祷も行参したが、するたんびによく、霊言あらたかであるので、お布施を食べているもので、宝物もたくさんあった。さあ、弟子どもが、臨終の時に、衝動を起こしたら、お正がたくさん持ってるぞ。あの遺産相続をどうするじゃん。この遺産を誰が取り上がるじゃん。それから、いよいよ冥府祭だ。それが遺言状、遺言開き。遺言状を開いたら、一つ何なんのこと。テロのことぐらいどうでもいいわ。遺産のことが一番大事。何なんのこと。それも何でもない。それも何でもない。遺産相続のこと。そこに行ったところが、サービナが緊張した。弟子どもが腕ずくで勝手に取り合いせえとか言うんです。それで弟子どもがキャフンとか言った。いや、それぐらいのやつやから、これよっぽど、わしがもしおったら言うてくかせろ分かるやつだったら違いない、その鳥羽僧正はね。では、そういうとにかく人間として線の太い、どれぐらい度胸のあるやつがご祈祷しては、どれぐらいお布施を漏れたに違いない。だから、このご祈祷をするということ、雨乞いをするということ、それが一つ当てると大変なこっちゃから、そこに、さて、僧正号をもらうとか、やり、領土をもらうとか、だから、深く冥利に惑わさるやから、これらのことを捨て渡し、それにどんどん心を甚だ深きゆえに、昔すでにありきというのは、これはもう長生平安寺をずっとあったから、今の世になからんや。これが宗門においてのとんでもない、これは道元禅師はそれだからご祈祷せなかったに決まってる。そんなりで言っとるなら曹洞宗潰れとる。いや、曹洞宗っていう名義がやろ。だから誰も相手にならずに一人になったらどうか。もうみんな、何をしやっとっても、未来をやっとっても聞き手がしたらもうどうなったらもう、やめとこってるからな。そこに宗門の、つまり、これは王政やけれども大変なことがあるんですよ。そこで、独居念仏やら、春の田のカエルの昼夜に泣くが落としやら、ただまさに知るべし七仏の妙法を独道妙心の修正あり、海心生への極人あり、極人、愛したごうで昇殿すれば敵し、現れて凡事せられるなり。私が若い時、座禅も発願。座禅、友達は意見する。騒ぎ。こら、座禅って言うけど、これからの中で座禅するような親やへん。それよりは、もっと新しい学問でもして、手前もこれは孤独や。座禅のようなものがしてがありゃへんぞよ。これ意見したのが、あの組だわ、あの組だわ、あの組だわ、
友達が皆わしに意見した。手前の一生も孤独な一生です。それはまか不思議なことに、これどうしたわけでもないが、いつの暇にやら、私のおるところには座禅で人形をにおる。これは不思議なもんですよ。いや実際はね、随気の視点がなかったでしょ。それは時代が今は座禅ブームやからね。なんてことは座禅ブームやない時代からは人でね、もう50年やからな。なるほど、私はその50年前足掛け3年寺の門閉めて座禅しとったけど、それこそ一人の、友達には総都市の坊さんもおるんじゃし、臨済寺の坊さんもおるんじゃけど、一人も随気するまでなかった。それから九州行ってから、まあ温水と一緒に、もうなくなったけれども、越後の細谷宝禅というとこが健全だった。大体それを私も大事で引っ張ったんで、それはまあ時期にもうちょいを外れて国に帰ってしまったけれども、それと相応じて接心を始めた。まず涅槃へ15日間、それから毎月1週間ぐらいずほとんど不眠不休で、接心をやる。それから始まったのが私の、ところがそれに、だんだんついてくるものがあったから不思議です。だからこれは容易なことではないが、ただまさに知るべし七仏の名号は徳道明心の修正に戒心正への学人愛した王で昇殿すれば敵し現れて凡事せられるない。私はもう ちょうど全欧州大戦の始まった日から私の座禅に、始まった。ちょうど記者の中で号外を見た。大正3年の8月3日であった。それから寺を一回行かれて門閉めて中に入って座禅しとったんで、あのままで行けばあのままこれは、栄養失調か何かで死んでしまうには、それをまあ、引っ張り出されて、そうして日が残るのは大事に言って、そうして運数を預かる。それを因縁となって妙な理屈で、だから徳道明神の修正に戒心正への学人、つまりどちらもお互いにこの座禅ということを深く信ずる者の寄り合いである。私も一生これ随気のしてるない、座禅もして一生、寂しい量なんでも構わんから一生終わるつもりであった。ところが随気のしてがある、そこでとうとうまた東京へ引っ張り出される。そこでいろいろ各方面から座禅の用事で私は使われる。敵現れて凡事せられるらい。凡事
じ修学の欲しの知り及ぶべきにあらず。しかればすなわち、独居念仏のような、苦毒があるのに、他人は何にもならんというような偽名をやめて、少子の教えによりて、座禅弁道をして、少子の自由三昧を消毒すべし、次に大師問答。到底曰く、我が町に伝われるところの法華宗というのは天台宗。華厳宗というのは華厳、華厳宗。共に大乗の不況なり、これ以上の経はないのである。言わんやと、天台華厳のある日本へ、さらに、弘法大師が、真言というものを伝えた。真言というものは、非常な高尚なものです。真言宗のごときは、ベル様如来親しく今後を襲ったに伝えて、ベル様如来は訳するというと大日如来という、今後を襲ったというのは、普賢菩薩の密号である。獅子乱れなら、この大日如来とお釈迦さんと一つであるか二つであるかという、言い方もある。大体結論では、二つはないというのが本当である。で、その断ずる胸、即身世仏、是身作仏と言うて、だから真言宗の人は、善は心の成仏、和衆は身の成仏。これでこうして、これが大日の因果を結んで、御阿弥陀恩賢と言うて、大日の管理の世話、これ大日ならくなるじゃん。弘法大師の伝記にも、弘法大師が大日にならなくてる佐賀天皇が、はるか下田へ下って、こう、礼拝するところが、絵にもある。だから、即身世仏、是身作仏と言うて、他言の修行も振ることなく、三義百大行というような長の間修行をして成仏するという言い方は、そいつをだんだん、その身そのままというのが、だんだん、迫っていった。だからここにも、他業の修行を振ることなく、一座に五仏の小学をとろう。これは中央大日、この五仏の小学をとろう。仏法の木名というべ、しかわるに今言うところの修行。だね、何の優れたることあれば、この信号を差し置いて、人へにこれを進むのやという問いである。示して曰く、知るべし仏家には経の種列を大論することなく、法の先進を問わ、選ばず、ただ修行の真偽を知るべし。これは大変なことです。こん
なことは他の人は言うておらん。だから法の専修を選ばず、ただ修行の真偽を知るべし。そうか山水に惹かれて仏道に旅行することはない。桃の花を見て、道を得た例文もある。滝の響きを聞いて、一逆諸衆を坊主と叫んだ狂言もある。だから何もこれは大乗経を聞いたから、大日経を聞いたからというんじゃない。だから僧か山水にしかね、仏道に旅行することはない。土石車列を握りて仏印を弁示せすことはない。これは釈尊が託わずに、子供が素材事情をしてあげましょうと言うたら、何も苦労しないと言うたら素材を掴んで如来の鉄髪の中へ越えるだ。それから頭を撫でて、わしが亡くなってから100年の、天輪上皇となって、この、小児八幡線の塔という、仏法を擁護する大王になるであろうと。それが土石車列を握りて仏陣を凡事せしことある。この後は2の